皆さんこんにちは、赤ペソ先生です。今回は日経ソフトウェア2015年12月号の付録としてついていた Android アプリを5日で作れる本という付録を見ながら Android スタジオを触ってみるという企画の続きです。以前はね、 Android スタジオを立ち上げて日本語化するっていうのをやったんですけれども、これ動画で上げてたっけな、やったんですけどそこで止まってたので、今回はちゃんとなんかハローワールドっていうのを表示させたいなと思っています。ね、プログラムを作る最初の一歩はハローワールドっていうのを表示させるのが一番最初なんですよね。ということで Android スタジオを起動します。はい、そして今ここに以前使ったというか作ったやつがあるんだけど、これちょっとエラーが出たんでもう一回作り直します。スタートA New Android Studio Project をクリック。で、ここはアプリケーションネームですけれども、適当にサンプル02でいくか。で、その下にカンパニードメインっていうのがあるんですが、ここは実際にアプリを公開するときには必要ですけれども、今回は、まあ、自分のパソコンで試すだけなので、変更はしません。で、ここも、まあ、そのままでいいかな。これそのまま。で、ここもブランクアクティビティでそのままでいきます。で、これもそのままで終了と。これで今プロジェクトを作ります。実際にはね、これ今やってるのが5日で作るのうちの2日目に入っています。1日目はね、その画面の設定とかをしてたんですけど、これ動画撮ってなかったような気もするな。これも日本語になってるんですごいですね。あれ、なんかエラーが出てたぞ。あ、これ表示がもしかしてダメってこと？あ、来た来た来た。来ましたね。ハローワールドってここに表示されますね。これが、まあ、表示なんですけど、ちょっと待ってね。テキスト見ながら行きますんで。で、テキストには、今、ここ見えてるのがプレビュー画面。で、右下がプロパティ。こっちがコンポネート。とツリーって書いてあるんですが、ここは今ね、これデザインタブですよね。これ以外に左側に Android View っていうプロジェクトの中身というかね、アプリの中身が見れるところがあるんですが、そこを見るのがこの部分、左のタブで、ここを開くと見れます。で、アプの、これなんて読んだろう、RES ね。で、レイアウト。レイアウトっていうのは画面表示のことです。レイアウトのアクティビティ XML を開くと、これが実際の表示ですよね。で、ここをテキストっていう下のタブを開くと、右側にプレビュー出ましたけど、この中にあるはずなんだけど、テキストをビューっていうのがあるはずなんだが、こっちのテキストでテキスト、あ、こっちはあるね。おい、ちょっと待ってと。どういうことだ。コンテンツメイン。ここをクリックすると、画面の右側、プレビュー画面もハローワールドが選択された状態になります。こんにちはじゃない。だよね、こんにちはだよね。そうでしょ、そうでしょ、そうでしょ。で、こっちは違うね。ここはもう無視しよう。ストリングスのサンプル02っていうのが、これ後でちょっといじろう。まず、今の段階で保存。左上のフロッピーディスクマーク、保存。すべて保存なので保存します。で、三角マーク。これがラン。実行させますので、ランを押して、で、ここで再生する端末を選びますと。これ、とりあえずネクサスが入ってるんで、ネクサスを開くと。これなんかテキスト違うこと書いてあるな。本当はね、strings.xml にサンプルアップっていうタイトルのところと同時にさっきのハローワールドっていうところの文字列を入力するようになってるんですが、実際にはそうではないんですよね。あと、アクティビティメインにテキストビューっていう
ところがあるんですけれども、あるように書いてあるんですけど、実際はアクティビティではないね。今からこのサンプル02っていうのはストリングス XML のここだ、ここでしょ、アプリケーションネームだから、アカペソアプリケーションで、これで、ここで保存、待てよ、ちょっと待って、これを保存して、ついでだからコンテンツで、こっちを、こんにちは、赤、ペソ、先生、です。アプリ、制作、オッケー、終了です。こんな感じでいいかな。これで、すべて保存ね。すべて保存して、実行。さあどうだ、あ、ね、ここにアカペソアプリって書いて、こんにちはアカペソ先生です、アプリ制作が政治活動になってる、まあそれはいいとして、ということで文字の操作に関しては、これテキストがおかしいのかな、アクティビティメインにテキストビューっていうのはないので、コンテンツメインにテキストビューっていうのが表示されています。このテキストビューね、ここ。これが画面上に表示する文字。なるほどね。ということは、ここに表示されるのが、ここなんだね。ということは、これは、設定にすればいい。こんなことしたら、出るのかな。はい、保存。20分ぐらいやってるような気がする。来た。設定できた、できた。無駄。無駄な努力。設定です。しとこ。ここがストリングス XML 文字。文字列を問題操作するんだろうけど、ちょっと怪しいな。テキストビュー、コンテンツメイン、メインコンテンツで、制作期限中。ちょっと、マジバカなんじゃないの？で、実行。よし、できた。これでいいんじゃないかな。で、またここが、出てれば、出るよ。はい、来た。出ました。で、ここも、設定です。と。設定は何も入ってないけど、設定です。と。いいね。とりあえずできたね。できたか。とりあえず、まあ、こういうことですよ。まとめると、テキストにはアクティビティメインを開くと、そこにテキストビューという項目があって、そこで変更できるらしいんですけれども、実際にはコンテンツメイン、コンテンツメインのテキストビューというところのテキストを変更すると、画面上の文字列が変わると。そしてストリングスメイン、ストリングス XML という項目を、これはタイトル、アプリのタイトル名であったり設定のところになりますので、そこを変えるとこのようにアプリ名が、最初はサンプル01だったんですが、アカペソアプリに変わり、ここにセッティングが説明、設定ですに変更になっていますという感じです。で、これを押すと普通にアプリと同じで、はい、こういう感じで終了します。ということで、今回は2日目の序盤ですね。まだここ、本当に序盤だ。こういうことができますよというところですね。 Android Studio 自体は割と簡単そうな感じだね。立ち上げてエミュレーターを選択すればもう画面は表示されているんで、あとはね、なんか多分問題はこういうとこでしょう。このデザインですよ。
デザインで、ちょっとこれちっちゃくなっといてね。デザインで、これレイアウトとかをするとなんか変わるんでしょうね。ここに、例えばボタンとか置きゃいいんでしょう。あ、そうか、これ画面が表示しねえのか。ダメじゃん。これで、こうやったら、なんかボタンが表示されちゃうかな。さ、ボタンだけね。ボタンで押すえっちゅう。ボタンね、ボタンが。いいね、面白いね。ボタンだけ持ってこられてもっていう感じだけど。まあ、こういう感じで、意外とボタンをね、設置するのも簡単だね。どこに配置するとかは実際にはこのボタンっていうね、ので、座標とか入れないといけないんでしょ、本当は。これを、こう、ね、割と、自由に持ってきて、そしたらあとはどこにレイアウトするかっていうのも勝手に決まってるクルーみたいだしね。いいね、面白いね。このボタンを押したらどうなるかっていうのをやればいいでしょ、簡単に言えば。これに、これに何かアクションをさせるっていうことでしょ。ちょっとこれ消しといて、階級ってどうやったっけ。ということで、今日のところは、Android Studio を使って、スマホの画面をエミュレートするというところまでですね、ちょっとやってみました。次回はね、何をするかな？ちょっとまだね、このテキストがね、なんとも言えないんですよ。テキスト通りにやろうとすると、テキストが合ってないから、もう次々トラブル発生で、まあ、ちょっとずつ、5分ずつぐらい、これ何日かかるのかな？ 5 日じゃ終わんないなっていう感じですけど、まあ、ちょっとずつ進めていきたいなと思います。それではまた。